MBS の八木です。先ほどの旧文通費に関連してなんですけども、岸田総理G7 出発前のぶら下がり取材においてこれの関連の質問を受けまして、その馬場代表との合意内容、文書は重たいものだと、いう認識を示した上で、その具体的なその実現時期は合意文書に記載されていないと承知しているものの、早期に結論を得たいとの思いで自民党としても誠心誠意対応していくというふうに答えておられます。これだけの答えだけを見ると、早期にとはおっしゃってるんですが、今国会中とは言われていないというところもありまして、この岸田総理の姿勢や ご発言の評価としては、馬場代表としてはどうお考えでしょうか。はい、これは藤田幹事長や遠藤国対委員長の会見でも申し上げていると思いますが、この合意文書に期日を入れるという話は、この案の段階で、ありました。しかも入っていました。ただ自民党さんと話をする中でですね、彼らが信用してほしいと、だから期日は外してくれという、水面下の話があってですね、それで外してるわけですね。ですからそれをやらないということになれば、繰り返し申し上げてきましたが嘘つきということになりますので、これ今後自民党さんとの付き合いというのは私は考えていく必要があると思います。何でも反対の野党になる気はありませんけれども、厳しい目でですね、今よりももっと厳しい目で与党を見ていくと、お付き合いをしていくということになると思います。その水面下で信用してほしいということを言われたということですけども、その今国会中に必ずやるから信用してほしいということなんでしょうか。文案には今国会中に決着を図るという意味の文案が入っていたと聞いています。でその時期的なものを外してくれという話があったので、信用をしたと、信用してくれとおっしゃったから信用したという報告を聞いていますので、完全にそれをひっくり返すのであれば嘘つきですよね。ですので当初の文案には期日が入っていたけども、信用してほしいということで、その期日を自民党の方から取り下げてくれというか外してくれという話で、そこは信用したということなんですね。そういうことです。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。今の質問の関連ですけれども、合意文書から期日を外してくれっていうふうに自民党が言ってくるというのは、ものすごくその期日を入れられると困るような感じだから言ってきたのではないかと普通は思ってしまいそうなんですが、そこを受け入れた理由、信用してくれと言われたから信用するという、そういう甘いことでいいのかどうかっていう部分も含めてちょっと教えてもらっていいですか。それは政治家じゃなくて人間同士の信頼関係ですね。鈴木さんもいろんな場面で、他の人と約束すると思いますけれども、それをいつもひっくり返しますか。約束したらやるでしょ。それはだから政治家以前の問題です。人間として信用してくれと言ったことをダメだという言い方もありますが、それを飲み込むという手段もあります。ですから我々はいい人間なんで、我々はいい人間なんで、信用してくれと言われればそれは信用するということなんですね。松井前知事が私によく言っていましたけれども、松井前代表はこのお母さんからですね、一郎と人間は騙すより騙される方に回れというふうに教えられたということを何度も言っていました。ですから私もその言葉を受け継いでですね、きちっと他の人には真摯に対応しているつもりですから、きちっと他の人には真摯に対応している、きちっと他の人には真摯に対応している。それで、政治家だから嘘をついてもいいということになれば、これから政治家になる人間いなくなるんじゃないでしょうかね。ただ最近の例として、国民民主党がトリガー条項の件について同じような感じで結局騙されたという出来事がありました。それとは今回の話は何か違うところがあるんでしょうか。他の政党と自民党との約束は私は知りません。実際にその場に立ち会ったわけでもないです。
ですからどういう話があってそういうことになっているのかというのは私は存じ上げません。騙すより騙される方がっていう考え方ですけども、維新の会がこの先その野党第一党になり、そして、ゆくゆくは政権交代、単独で政権を目指すっていう中で外交もするわけですよね。そんな騙されちゃうととんでもないことになっちゃうので大丈夫ですかっていう気がするんですが、いかがでしょう。その時が来たらきちっとやります。関西テレビの鈴木です、よろしくお願いします。今のその合意文書の文面だけ見て、あの文面上自民党が嘘をついているっていう部分はどこが嘘に当たると思いますか。どういうことですか。つまりあの文面の範囲で自民党が嘘をついている部分があるのかないのか。なんかなんていうんですかね、それなんか官僚的な話だと思うんですけどね。これはもう簡単に言うと、この間なんかのテレビでも言いましたけど、まあ、簡単に言うとこの要は政治的に押し倒してるんですよ。要は政治的に押し倒してるんですよ。でこれはもう絶対嫌だと言って攻防してきた自分たちの身分に関わる待遇に関わるものを、いやそれはもう潔くやりましょうということをずっと言ってきた我々が自民党を押し倒して、でそれに、まあ、岸田総理も、まあ、そこは踏み込もうと言ってやってきてますから、なんか文言の細かいところで話をそのなんか裁判みたいにねとか、このやるべきも性質ではないというのがそもそもの立場です。でその上で1個目の文通費については立法措置を講じるというふうに合意してますよね。で総理は今国会中に結論を得ると国会答弁で言ってますから、当然そんな期日ないから期日関係ありませんと50年後ぐらいですっていう話は通じないでしょっていう、そういうそれはもう前提のもとやってますから。であれあの時全く文通費の話が出てない状況じゃないのは皆さんもお分かりで、すでに衆議院の方では協議体の方が立ち上がってどういうスケジュールでやろうかっていう、まあ、その水面下はもうまとまりつつあった時期でありまして、まあ、本丸は自民党内または参議院の方で、まあ、そういうところがドンといけるかっていうため の時期だったっていうふうに私は認識してるんで、なんかそういう意味でなんか揚げ足取り重箱の罪のつつき合いはする気はないんです。もうやると言ったことはやりましょうと、でやるんだったらできるだけ早くやりましょうという当たり前のことを申し上げているだけです。なかなかその文章上やっぱり記述がないと、あの文章について何か例えば前向きにやってることには間違いないですね。一応文通費特に文通費、うん、ね、期限はもしかしたら今国会中には無理だったかもしれないけど、前向きには進んではいますよねっていうところで、嘘をついてるわけではないじゃないかと言われてしまうとなかなかきついのではないかと。だから別に今の時点で全部終わってるわけじゃなくて、まだ国会ありますから、この最後までに結論を採決してくれたらいいんですよ。もうそれだけの話なんで。でなんかね、本当に実務的にあと 1,2 ヶ月かかるものをあと2週間でやると言ってるんじゃないので、もう終わるんですよ採決したら。だから日程をはめるだけです。でそれをやらないっていうのはもうやらない意思を持ってやらないということじゃないですか。もうこれね、そんなでかいニュースでもないんですけど、はい、ずっとね私この間ネタにしてますので、まあ、今日一旦の締めくくりというような、まあ、話をね、させてもらおうかなと思いますけども、はい、維新はですね、やっぱアダちゃんが言ってた通り社会人として通用しないレベルですね。はい。で、これね、この間の、党首間合意を馬場さんと岸田さんがした、歴史的な日にね、何があったのかだったり、その後、ね、騙されたって言って急に騒ぎ出したあの経過を見て、まあ、自民党ってどんな悪どい奴らなんだろうっていう意見がそれほど出ずに、むしろ何なんだこいつらはっていう意見が支配的になっていたのは間違ってなかったなと。いうことも言えそうですので、まあ、ちょっとそのあたり総括できるようなね、お話を今日はさせてもらおうかなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。7万人ね、目指してますので、今月中にと思ってます。であとは、今日の日中にメルマガの方を送ってますけど、また土曜日にね、解説の配信をさせてもらいますが、まあ、興味ある人は、新規でも登録してもらえればと思いますけども、今週はね、ホーチミンの革命思想というのを、まあ、学べるような、話というのをさせてもらおうかなと思ってますので、よろしくお願いします。
では、早速本題に入っていきたいなと思いますけども、前提としてこれ、僕もちょっとあまりその国会の記録、昔まではわからないんですが、今、一応ね、歴史的なことが起きようとしてるんです、実は。で、それは何かというとですね、衆議院において、党として法案に賛成しておきながら、参議院に党として反対しようとしてるんですよ、法案を。今この政党って。これ、僕が知ってる限りでもなかったんですけど、なんか他の人に聞いても、その事例を思いつける人が見当たらなくてですね。それは郵政民営化の造反とか、個別議員の造反ってのはザラにありますよ。それは州でもあるし、参でもありますよ。それは州で言えば、先日野田聖子さんがね、造反してたじゃないですか。参議院もそんなありますよ。ただ、党として、党議拘束かけて賛成してたのを反対に切り替えるっていうのはね、これね、事例がないんじゃないかって言われてるんですよ。で、これ、要は、組織としてアホでしたっていうことをまるっと烙印を押す行為じゃないですか。これね、だから、皆さん、来週以降、ちょっと注目していただきたいんですけど、その政治資金規正法の改正案っていうのが、まあ、参議院での審議を終えてですね、いよいよ採決に入っていくと思うんです。まあ、それ望ましくはないんですけど。ただ、この段階で維新が本当に反対するのかどうかっていうところはね、ぜひ皆さんも注目しててください。ということで、皆さんも歴史の目撃者に、6月なれるかもしれませんよっていうのをちょっと前提としてまずお話ししておきたいなと思うんです。で、まあ、ちょっと詳細な話で、これ維新がなんでね、その社会人として通用しないレベルと、まあ、足立先生に言われても仕方がないレベルだったのかという話をね、まあ、しておくと、合意文書っていうのが、岸田さんと、まあ、馬場さん、ニコニコ笑顔で二人並んで写真撮って、こうプレスでね、やってたのを、まあ、覚えてる方いると思うんです。あれ、まあ、2週間ぐらい前ですわ。で、2週間ぐらい前にやってたんですよ。で、僕も確かね、当時言ったと思うんですよ。なんか自分の先見性をアピールしたいわけじゃなくて、でも他にも別に全然言ってた人いて、それ何かって言ったら、これ、いつまでにやるかとか、全然なんかなくないみたいな。これ、なんか、候補にされないのみたいな。って言ってたんですよ。で、でもなんか維新がやたら我々は革命的な果実を得たとか、その2年半越しの成果をようやく得たとかね、なんか言ってるから、あ、なんか裏ではちゃんと話進んでるのかなとか、ちゃんと抑えるとこ抑えてんのかなって、僕もちょっと思ったんですよ。さすがに維新といえど、ここまで大々的に風呂敷広げて、何の手形もないはアホすぎるだろうと思ってたんですよ。だからその通りにアホだったんですよね、これ。いや、僕もだからこれ結構驚きましたよ、もはや。そのパワーバランスの関係で、なんか、自民党にね、その期日を書かせるうぬっていうのがなんか難しかったみたいな言い訳をしてるところも実はあるんですけど、藤田さんが。で、むしろこれパワーバランスが劣勢である方が、よりね、厳しめに詳細を事前合意で詰めとかないとダメじゃないですか。それは自民党いなかったら法案なんか一本も通らないですから。なのに、結局、期日を書いてなかったわけですよ。で、馬場さんが、なんかよくわからないこと言ってたじゃないですか。なんか最初はむしろ期日を書いてたと。でもなんか信用してくれと言うから、期日を外したんだみたいなこと言ってたじゃないですか。これは正確な解釈で言えばね、この2週間の段階で、まだ自民党が詐欺師だという、騙しに来たという結論って出せないと思うんですよ。だって合意文書で守れない約束をできないので、その期日を外させてくださいって言っただけですから。だから、その、速やかに努力はすると。でもちょっと期日がどうしても間に合わないのでっていうこともあるわけじゃないですか。そういう意味で言えば、今の段階でもうこいつら約束破りました、詐欺師です、嘘つきですっていうのは、なんか、むちゃくちゃというか、もし本当にやる気あったらどうすんのって話じゃないですか。で、なんかね、この間、この合意文書騒動をめぐってはね、いや、本当にずーっとバタ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 してるんですよ。いや、なんか倒産前の会社みたいな感じですよね、もはや、維新って。最初はもう絶対反対するんだ、組織として断固として行くんだって言ってたのに、翌日に何かの風の吹き回しで賛成って言って、で、社長として合意しましたって言って、で、その後契約書がおかしいとかって言って、我々はその契約書を履行しないぞって言い出したんですよね。あの50万円の旅費交通費のなんか抜け穴があるって言い出したやつがそうなんですけど、で、自民党さんが優しくね、
その50万の抜け穴と言われるやつを直してくれたわけですよ、契約書。律儀にも。で、よしよしと。いうことで、反抗したわけですね、最初、最後。馬場ちゃんのとこでも反抗したし、法案採決というとこでも反抗したわけですよ。で、いよいよ参議院に回ってきましたと。なら、騙されたってまた言いまして、これ、モンスタークレーマーでしょ、維新が。これ自民党のこと僕はあんま同情することあんまないですけど、これ自民党に対して僕同情しますもん、もはや。文句れですよ、だって。一回契約書で反抗したのに騒ぎ出し、で、すごく多めに見て対応したのにまた騒ぎ出してみたいな感じでしょ。こんな人らと試合仕事できないって、その維新に対して思うか自民党に対して思うかっていうのを皆さんね、考えてほしいんですよ。どっちの方が、一緒に仕事できそうかって考えたときに、自民党の方が僕、まだ一緒に仕事できると思いますよ。自民党はだって文章に書いたことは、履行してるんですよ、はい。維新がむしろ文章に書いたことを、合意したことをね、急にひっくり返して、お前らは約束を守らない人間としてクズだとかって言って、大騒ぎしてるんですよ。じゃあ、あんたらとは取引できませんね、となっても普通じゃないですかね。で、なんか最近ね、まあ、馬場さんとか藤田さんとか、結構先駆け男塾テイストになる時が結構あるんですけど、まあ、自民党に騙されたってこう言うわけじゃないですか。で、自民党側って、騙してるっていう見方は、第三者的に見たら、そうじゃないじゃないですか、どう考えても。これ、商売とかで考えてもらったらわかるんですけど、その、具体的な記述書いてなくて、でも、速やかに結論を出したいですって言ってる状態でね、まあ、結論がすぐね、出たらいいんですよ。そのすぐっていう形容詞を使ってる以上は、まあ、社会通念はあるといえどね、その何年先とかじゃないですわけですけど、今国会中にはちょっと厳しそうですわ、全然よくあると思うんですよ。そんなに自民党非常識でもないと思うんですよ。なんのわかるんですけど、今まだ2週間しか経ってなくて、向こうは一応真摯に対応してますとか、ちゃんと連絡も取れてて、やり取りもできるという中で、なんかでもあいつらもう嘘つきで詐欺師なんですとかって言われたら、心証を害するだけじゃないですかね。で、本当だったらこれうまくいってたかもしれない話が、うまくいかなくなったとも言えるわけですよ。はい。だからぶっちゃけ自民党が文通費についてね、やる気があったかどうか、なかったかどうかって本筋じゃないわけですよ。まあ、仮にあったとしたら、自分たちでちゃぶ台ひっくり返しただけだし、なかったとしたら、ちゃんと契約書巻いてなかったら、あんたたちが悪いですよね。終わりで終わりですよ。それ以上の話ありますか？さんとしては一応、まあ、議員立法っていうのもあるし、与野党の幅広い賛成を得たっていう大義名分が欲しかったわけですよ。で、維新がその商品をね、超格安で、から、その、ただと同然で渡しただけですよね。だから単に、ご商売が下手でしたね、と。言うだけの話ですよ。でもまあまあ、これ新卒1年目でもこんなことないんじゃないかなって思うんですけど、まあ私よりもね、経験豊富な方々もこれ見ていただいてるとは思うんですが、何か本当に具体的にその契約をしますっていう根拠なくして、部長、俺、数字取れましたって、俺受注できましたって言ってきたら、え、根拠はなるじゃないですか。で、向こうがやるって言ってます、やりたいって言ってますって言ったら、え、それ、なんか契約書巻いたのって言われるじゃないですか。で、その、え、お客さんやりたいって言ってるんだと。で、具体的に 何が話進んでんのとか、具体的にどういう段取りできてんのって聞いて、なんもないんですって言ったら、はぁって。それ、多分、契約取れねえわって言われると思うんです。文書に書いてないことも、その、気持ちの問題なんですみたいなこと言うのって、本当に自分の、都合のいい世界でしか生きてないんですね、あなたたちはって言われて終わるだけだと思うんですよ、本当に。っていう、ちょっとね、話を、まあ今日はさせてもらいましたけど、本当にね、徹頭徹尾、なんかね、考え方が甘いんですよね。で、これやっぱ驚きなのが、誰一人として、こんな話の詰め方では、玉木と同じようになるぞって思わなかったところですよね。はい。散々前は玉木さんのことを馬鹿にしてましたから。トリガーの時とか。トリガーの時だって藤田さんとかね。え、そんなに総理って前向きだったかなみたいな。え、なんか具体的な根拠あったのみたいな感じで、むしろ、玉木さんのバカだなと、社会人として通用しねえぞ、みたいなので言ってたんですよ。で、今回同じことになってるわけですね。で、玉木さんに馬鹿にされてると。玉木さんと藤田さん同レベルっちゃ同レベルですが。いや、もう本当にね、ぜぜひひ提案型野党のね、
役に立たなさがやばいですね。なんか一歩でも前進を勝ち取るんだ野党とかね、全然役に立たないでしょ。てか、このスタイルの野党が、具体的にこの、なんていうでしょう、10年ぐらいすごい台頭してきたと思うんですけど、なんか、具体的に成果得てたんでしたっけって聞いたときに、非常に怪しいと思います。特に何も成果は出てないけど、でも本人たちはこういう成果得ました、得ましたって言ってるけど、特に自民党が言った案を丸呑みしてるだけだったりするのが、ね、まあ、ほぼ純度 100% だったわけですよね。維新は、もうダメだねと。こいつらはちょっともう仕事ができなさそうだなと、有権者にもう今回の件で思われてると思いますけど、今後さらにそういうことになっていくんじゃないですかね。はい。本日の動画もご覧いただきまして、ありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録をお願いします。